皆さんおはようございます。たかゆきの Vlog へようこそ。本日は革靴の靴紐の結び方を紹介していきたいと思います。結び方一つでですね、シューズの見栄えや履き心地なんかも変わってくるので、メリットデメリットなども紹介できればなと思います。それでは今回紹介していくのは4種類の結び方ですね。まずはオーバーラップ、アンダーラップ、そしてシングルとパラレルといったこの4種類の方法を紹介していきたいと思います。はい、今回モデルになっていただくのは僕の愛用のドクターマーチンです。僕はですね、普段こうやってパラレルといった方法で結んでいます。パラレルの説明は後でするので、まずは靴紐を取って、はい、まず最初に紹介していくのはオーバーラップという結び方です。こちらは外金の革靴からスニーカー、スポーツシューズといったほとんどの靴に使われる結び方かなと思います。で、こちらのメリットとしてはですね、まあどの結び方よりも緩みにくいっていうメリットがあるので、割とスポーツシューズとかに多く使われる結び方かなと思います。では早速やっていきます。オーバーラップは名前の通り上から通していきますね。スタートはこのように上から通して、あとは交互に上から通していきます。これだけです。はい、こんな感じですね。まあ結び方は説明するまでもなく、ごくごく一般的な結び方ですね。このような印象になります。続いて紹介するのがアンダーラップという結び方です。こちらもですね、外バネの革靴からスニーカー、スポーツシューズといったオーバーラップと同じぐらい一般的な結び方になるかと思います。こちらはですね、ホールド感がありつつも緩めやすく締めやすいといった効果があるので、ハイカットなどの靴に適した結び方ですね。早速やっていきましょう。アンダーラップ、名前の通りなんで下からですね、あとはここから、そしたら交互に下から通していきます。はい、できました。このような見た目になります。こちらがオーバーラップ、こちらがアンダーラップ。まあ、靴紐通してって言われたら、パッと通しやすい一般的な結び方ですね。やっぱりこうやって並べてみると雰囲気もちょっと違いますね。はい、こんな感じでした。はい、それでは靴紐をほどいて次の結び方に行ってみたいと思います。はい、ほどき終わりました。それでは今から紹介する2つはですね、よく革靴に使われる結び方になります。先に紹介するのはシングルといった結び方です。こちらはですね、ビジネスシューズやドレスシューズなどにすごい適した結び方で、このシングルという結び方は紐が規則的に並ぶので、とても見た目がスッキリとして見えて、こう紐を通した後に間から見える紐がですね、そんなに交差して見えないので、シンプルかつ綺麗に見えます。これからお見せするんですが、一本で全ての穴を通していくので、紐の劣化にですね、すごい偏りが生じてしまうので、多少緩みやすいといった欠点があります。見た方がですね、わかりやすいかと思うので、それではシングルの結び方をやっていきたいと思います。紐を上から通して、これぐらい紐の長さを変えといて、短い方はもう一番反対の対角線の一番上に通してしまいます。そしたらもうこの紐は通しません。で、この長い方を対角線の次の穴へ。そしたら上から隣の穴へ。これを繰り返していきます。対角線の次の穴。そしたら上から隣の穴。これの繰り返しですね。
はい、来ました。このように片方の紐で全ての穴を通していくので、横に並んでいる紐が全て平行に並んで見た目がすっきりして見えますね。なので全てを通している分、その片方の紐にしか、この長い方の通している紐にしかテンションがかかってこないので、紐の劣化がですね、気持ち早いのかなといった印象です。でもやはり一番すっきりとして見えて、これが少し革靴に間があっても、中に見える紐も規則的に並んでいて、とてもスッキリとした印象になるので、見た目は本当にベストな結び方なんではないでしょうか。はい、では最後の結び方なんですが、これいつも僕が使っている方法のパラレルという結び方です。シングルと同じようにビジネスシューズからドレスシューズまで使われるフォーマルな結び方になるんですが、シングルよりは少しカジュアル寄りな結び方になるのかなといった印象になります。ですがこちらはシングルとは違って交互に結んでいくので、履き心地が良くてシングルよりかは疲れにくいといった結び方になります。あとは革靴だけでなく、クラシックなスニーカーなどにも使われる結び方ですかね。それでは早速やっていきましょう。今回も上から通します。はい、では今度は慣れれば簡単なんですけどね、先ほどよりも少し複雑なのでゆっくり通していきます。まず片方の紐を対角線の一個飛ばしに通します。そしたら反対の紐を対角線の次の穴に通します。そしたらこの今通した対角線の次の穴に通した紐を上から隣の穴へ通します。これを繰り返していきます。通したら同じ紐を対角線の一個飛ばしに通す。そしたら反対の紐を横へ通す。そして通したら対角線の一個飛ばしに通します。次は真横の穴へ通す。で最後ですね、対角線通して、はい、いかがでしょうか。このようにだんだんに通していきます。こうすることによって紐に偏りがなくテンションがかかるので、持ちはいいのかなといった印象ですかね。たださっきよりも横の紐とかは、真横は真横なんですけども、先ほどよりも規則的な角度を保ってるわけではないので、本当に見た目としては先ほどのシングルの方がいいかなといった印象で、このように間が空いてる時も下が結構交差されているので、あまりスッキリとした見た目にはならないかなといった印象です。比較するとこんな感じですね。どちらもフォーマルな見た目の結び方になるんですが、こちらがシングル、こちらがパラレル。革靴で長く歩くようなことがあるんであればパラレルをお勧めしますが、やはりピシッと綺麗に見せたい、足元を綺麗に見せたいっていうことであれば、やはりシングルの方がスッキリとして見えるかなと思います。まあでもどちらも紐が平行に並んで綺麗な印象なので、ぜひ革靴を結ぶ際はですね、参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。紐の結び方一つでですね、見た目や履き心地もガラッと変わってくるので、革靴の紐を結ぶ際はですね、このシングルとパラレル、ぜひ参考にしてみてください。それでは今回の動画が面白い、ためになったって思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。